新年明けましておめでとうございます。2023年も繁盛お願いします。というわけで今日なんですけども、ちょっと早々に新年早々人に呼ばれてるんで、ちょっとその人に会いに行こうと思うんですけど、どこにいるのか分かりません。あれ、いやー、ザガン様明けましておめでとうございます。何やってんの？いや俺ね、今年なんと繁盛の挑戦状の準レギュラーになれたんですよ。ふざけんな、素晴らしいですよね。準レギュラー、お前準レギュラーやってないだろ。まあ、明けましておめでとうございます、繁盛さん。いやー、ザガン様明けましておめでとうございます。お正月とか何されてましたか？たこ揚げされてたんですね、ザガン様。いいですよね、たこ揚げ。何してんの一人で？いや、あのね、今年から、うん、俺繁盛の挑戦状、準レギュラーになったんで。それ誰かに言われたの？いや、ザガン様と決めました。ふざけんな、お前。勝手に決めてんじゃねえよ、お前。たった今決めたんでね。勝手に決めてるでしょ。今年もよろしくお願いします。今日何をするの？今日は繁盛さん、去年いろいろあったじゃないですか、年末に。あの、あきそのこと。はい、今回、はい、役払い行きましょう。初詣もしてないですよね、繁盛さん。多分初詣やりましたもんね。初詣してないですよね、多分。いや、あの、聞こえてない。初詣、あのね、はい、ここはすごいんですよ。何ですか？空き巣にご利益がある、とっても素晴らしい人がいるんです。人がいるんです。何、空き巣に素晴らしい人？とってもご利益がある。最近何してたの？正月は。最近はザガン様と遊んでたね。まあ、嘘を。ハゴ板とか。で、俺ザガン様に負けちゃったからさ、2本の手でダブルブレーキされちゃったんで、炭で顔バッテンバッテンみたいな。馬みたいに乗ってるから無理でしょ。やられたんだよ。そういう繁盛は何かしてたの？俺はね、ほんと最近その初詣行ったんだよ、ちゃんと。あ、ちゃんと行ったんだね。ちゃんと行った。で、普通にあの五円玉とか入れるだけかなと思ったけど、列間違えて、なんか3万円ぐらいのお札買って、なんか俺だけ変な首輪巻いて、それでちゃんとあの行ったんだよね。めちゃくちゃガチガチじゃん。そう、あれなんかあの板みたいなのね、高いところに置きなさいって言われたのね、3万円のやつ。それを今地面に置いてるから。やばいよ、それ。あの、今それ言ってて思い出したから、家帰ったらちょっとあの、ちょっと上げてください。高いところに、かなり天井に貼り付けてください。はい、置こうかなと思いますので。はい。めちゃくちゃ良くない？これすごいんだよ、めちゃくちゃ。ちゃんとしたところじゃん。ちゃんとしたところなんですよ。だって有名だもん、西山大師。ちゃんと俺は厄払いしてほしいから、ここに繁盛さんに来てもらいたかったんですよ。いや、マジで。もうでもちゃんと、でも期待できるわ、これは。期待できるよね、これね。本当に期待できる。じゃあちょっとね、はい、アンジョさん、そっちじゃないです、そっちじゃないです。え、そっちじゃないです、そっちじゃないです。何言ってんの、そっちじゃないです。ここでしょ、どう考えても。いや、そっちじゃないですよ、そっちじゃないですよ。どういうこと？見てください、アンジョさん、こちらキングアトランティス様でございます。いや、お前マジふざけてるじゃん。もう、厄払いといえばキングアトランティス様。トリプルブレイク、役を3枚も割れるんですよ。僕ロイドリーだよ。さらに空き巣、これを全バウンスする。ふざけんな、お前。もう寄せつけない。はい、繁盛さん、ほら、はい、拝んで拝んで。何言ってんですか。キングアトランティスの金運もあるんですよ。キングアトランティス、金運。いやいや、まあ、こちらでしょう。何を言ってるんですか。だから拝まないと割らないの。図が高い、図が高いです、繁盛さん。え、お参りして、お参り。もう最悪や。繁盛さん、今日このために来たの、俺。わざわざ遠くから。そうですよ。空き巣に会いませんように。空き巣に会いませんように。はい、いや、よかったですね。じゃあ今日帰りましょう。ふざけんな、帰りましょう。こんなに立派な神社来て。繁盛さん、もうダメよ。いや、本当に帰るの？本当に帰りましょう。もうこれで全てです。やっぱキングアトランティス様にお参りしたんでね。今日これだけですか？行かれてるでしょ、この番組。いや、これだけです。はい、このままだとちょっとあの、バシが当たってたんで、ちょっとあの、なんかやりに行こうよ。乾杯みたいな。まあまあまあ。おみくじとかさ、はいはい、おみくじ行こうじゃん。まあでもせっかくですしね、それしましょうか。これは関係なしで。こっか？これなんだ？あ、これ。ありがとうございます。いやー、ちょっと、かなり賢くなりますように。ありがとうございます。これはお賽銭ですか？お賽銭ですね。したいと思いますので、持ってきた？こういうのってさ、人からもらったら何がいいんですか？10円だ。すいません。行きます。はい、行きましょう。これ金は先に入れるの？先に入れちゃっていいんじゃないかな。はい、おみくじとかありますよ。おみくじ引きたいわ。おみくじ分かりやすいから。いいっすね。先行どうぞ。じゃあ先行、失礼します。
マナチャージしてエンドです。俺後手でこれでいこうか。はい、というわけでなんと買ってきましたんで開けていきたいと思います。繁盛さん、これ開けなくて大丈夫なんですよなぜならもっとすごいおみくじを用意してるので大丈夫です。さあ行きましょう。繁盛さん行きましょう。存在するんですか。するします、します。これ大丈夫なんですよ。何言ってんのこいつ。もっとすごいなるんで繁盛さん。繁盛さん、何ですか。とっておきのおみくじあるんで。おみくじ用意してくれたってカードで。そうです、カードでやるの。これはデュエマのカードのおみくじとなっております。さあ大吉を引くか大凶を引くか。繁盛さん、2023年運試し始めていきましょう。じゃあちょっと引いていきます。はい、引いてください。あ、それで大丈夫ですか繁盛さん。ババ抜きやん、これ。それで大丈夫ですか本当に。いいですよ。さあこれで、はい、本当にいいの。いいよ。はい、何ですか引いたカードは。インビシブルフォートレスです。おめでとうございます。繁盛さん大大大吉でございます。そうなの。そうです。悪い運勢を全部砕いて墓地送りにするという素晴らしいカードになっております。そうです。これはどういう一年になるんですか。いや、これはもう爆発するような一年になります。繁盛さんの才能が爆発するようないい、ね、ありがとうございます。いい一年になります、はい、素晴らしいです。ちなみにこれ全部インビシブルなんですよね。今日はあれか、アビスか。アビスは今日ですね。繁盛さん自身が破壊されてしまったと。なるほど。でアビス以外はまあまあ良かった。そういうことです。はい、いう感じでありがとうございます。はい、はい、おめでとうございます。なんでどうやって見るんやこれ。あ、これじゃ、これ関係ねえか、これ関係ねえわ。運勢大吉どうに書いてある。楽続いてください。僕の大吉に。はい、え、大吉よ大吉じゃん。なんかお前楽しいだけど俺生きる。生きる。俺なんかちょっと際どかったな俺。まあ俺はとりあえず力強く生き抜きなさいという、うん、結果になりましたので。お互い大吉です。まあ、お互い大吉ということで今年もいい年になると思います。はい。繁盛。はい。お前に挑戦状がある。俺から渡すなんて。俺が、まあ、挑戦状だぜ。はい。愛の戦士に。スーパースペルグレートブルーおみくじデッキで勝利せよと。はい、そういうことです。これあれ年末やったやつでしょ。公式でやったやつ。あ、でほんとちょっといじったんですけど、あれと大体一緒のデッキなんで、はいはいはい、同じデッキで今日は勝負して。あ、どっちが運がいいか。そういうことです。俺たちやっぱね、どっちも大吉なんで。まあそうですね、まあ、どっちが運がいいかと。どっちが真の大吉使ってるのを見せてやりますよ。そういうことです、はい。お前去年負けてるからな。いや、何も覚えてないです。はい、フォートレスで負けたら宣告したおー、いいよ、かかってこいよ。繁盛頼むぞ。俺はマナ加速でお前の先に行くぞ。さあここね、自然文明引けるかどうか。やばい、これはきちいな。これまずい、これかなりまずい。かなりきちいよ。やばい、これ沼地絵になるぞ。俺はかなりきちいよ。これは沼地絵になる。13っていう数字がいっぱい見える。やばいやばい、お互いやばい。これ多分やばいよ。うわ、終わった。やばいよ。ふざけんな。何にもない。やばいよこれ多分お互い。俺、あー、でも自然文明来てないもん。今来た今来たよ。いいな。とりあえず入れちゃおう。ただ1枚とりあえず入れちゃおう。あー、ティラノリングだ。なるほどなるほどなるほど。やばいぞ。お互いちょっと大凶みたいなスタートになってるな。これ大凶ね、かなりやばいね。長いぞ。大凶。はい、なんだこれ。来たか繁盛。うわ、違う全部違う。いやー、1枚置きます。苦しい。1枚置きます、ブルグレートブルー。あー、なるほど。お願いします。1枚置きましょう。はい、そっちね、小さい方ね。小さい方ね。さあ、行くぞ。なに、もう来るの。いけ、ラッキーだ。あー、なるほど。いけ。うわー、増えた。オーラ、なんだ、オーラかよ。まあ、オーラ、まあ、悪くない。まあ、まあ、まあ、悪くない。まあ、今殴らなければどうということはない。悪くないぞ。あいつはティラノリンクの場で消し飛ばしてやるよ。おいよ。さて、とりあえず色揃えとくか。オッケー、俺と一緒に考えようかな。うわー、これどっちしよう。行くか。間に合ってくれ。行け。なに、砲丸ブラスター。あー、やばいよそれは。めくれろ。あー、なる、大地。大地、やめて。大地、誰もいないから。なんやねん、この試合。あぶねー、やばい試合だぞ。はい、砲丸ブラスターってのはな、こうやって使うんだよ。なに、いや、あれ、あれ、強い、強い。まあまあまあ、ちょっと強い、ちょっと強いね。なるほど。これスーパースペルグレートブルーに繋がる一手よ。いや、これさすがに俺これ考えがあるからゆっくりいきます。ラッキーダーツ置いてんだしますわ。なるほどなるほど。さあ次のターンからいくぞ。橘からだぞ俺らは。面白い。じゃあ繁盛さん、
お先にまずはまあまあまあ行って動かせていただきましょうか。さあここさあめくるのホームランスタ、まだまだあるまだ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 滑るまだ滑る最後にまだ滑るぞ、まだ遊んでいこう、まだ滑る、はいこれでスピルケットルもう一回これでおかわりおかわりブレードルまだ続くぞ、まだ毎日おかわりしていこう、おいい何度でも美味しい、尺伸ばしやめろお前、意味ないからそれ、露骨な尺稼ぎをしていく、まあ、ここでここでロッキーダンスまだあるぞ、まだあるぞ、まだあるぞ、一旦長いけど何も起きてないぞ、マナが加速しました、何をしてるんだお前は、で終わりか、今ですね、でもマナ加速したんで、まあ、やばい、やめておきますかコートに、やばいやばい、これで7マナで打てるようになったぞ、いろいろ俺も続くね、スペルグレードブル、なるほど、お前は去年もダメだった、俺は今年は俺の年だ、やりぐらくる、おめでとう、くっそー、蓄えができておめでとう、ハンジョーク、何ができる貴様に、さあそれでは、うん、こっから何ができんだよ、普通にもう貯めておいて、じゃあ一発フォートレス、とりあえずクラッとけや、おいこれで攻撃フォートレスだもん、やばい、行くぜ、やめろ、行くぜ、行くぜ、やめろなんだグレートブルー、なんだグレートブルーか、オッケーオッケー、ただのダブルブレイク、ただのダブルブレイクかね、くっそー、おい、まあまあ、あ、え、はいはいはい、まあまあ一旦ね、一旦繁盛くん君のアンサーを聞こうか、じゃあもうマジで勝ちに行くなら、まあ、まずこれ出すじゃないですか、はいはいはい、で次問題は君のねクリーチャー邪魔だから掃除しちゃおうね、おいさあこっからさらにダブルブレイキング的に来いよ繁盛、うわー俺も俺も3枚見えて4枚目繁盛4枚目でこれかよ、一応打っとくかライフでーす、いいのかです、お前次のターン負けるぞ、コートに落ちちゃった、次のターン負けるぞ、負けるんだよそれが俺は、何負けるぞ、さあなんとかお願いします、あれなんとかお願いします、なるほど、ね、こいつにかける、頼む、俺頼む、手札にインビシルフォートレスあんだけど、頼む分かった、お前がするなら俺はグレートブルーネを決めるよ、なるほど、おみくじを決めてやるよ、なるほど、フェアリーミラクル関係ないね、さすが繁盛さん、こっからダブルブレイクでフォートレスが来てお前は終わりと、さあほら俺のシールド答えてくれ、私は俺は大吉なんだ、俺はバカなんだ、私はありがとうございました。勝利です。乾杯です。試合内容ね、お互い全然いいとこ見せられるんですけど、大吉を2人とも引いたんですけども、はい、不甲斐ない試合を、ね、役払いしたんですけどね。まあそうですね。今日は一応ね、アトランティスさんに礼もしたんですけど、はい、何の意味もなかった。何の意味もなかったですね。残念ながら。ということで、まあでもね、皆さん今年も繁盛挑戦状よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。お願いします。来年はザガン様に初詣に行きましょう。そうしましょう。あ、まあ覚えてるわね。じゃあぜひ行きましょう。はい。はい、というわけで皆さん、はい、さよなら。お疲れ様でした。うまいだけファイヤーです。いや、うまいだけファイヤーって何？焼きますまで。なるほど。え、切れとか素人よ、そう。とりあえず焼くんよ。まあこんなもんかな。多いよ絶対。とりあえず一回ここに行きますわ。